いただきます。噛むつらい、噛むつらい。吃完的感觉。嗯，对。哇，はじめまして、よろしくお願いします。お願いします。わかりました。はい、よろしくお願いいたします。なるほど、はい、思いました。なるほど。ですね、基本的に海外の大学は9月スタートですよね。なので日本の大学のままでいるとなんか半年ぐらい何もやらない時期みたいなのが生まれてくるんですよ。以上です。老师介绍一下电锅的使用方法。我们就是一个很好的电锅，然后呢，我们就是要加水。水吗？对，我们要在里面先加水。嗯，用这个吗？对，所以我就要去加水。噔噔噔噔。嗯，随便吗？水量，水量可以多稍微多一点。OK。好，这样子。好呢，然后呢？加。然后我直接进去，对，直接加进去，然后就放着，嗯，好，然后就按下去，哈哈，这里，这里要按下去，嗯，一定要按哦，嗯 ，OK， 然后呢，盖起来 ，OK， 好，就结束吗？就结束了，哇，怎么那么简单？对，然后就可以走了。那个水蒸完了，嗯，所以跳起来，它就跳起来 ，OK， 哇，然后就，一会儿给你看你液出来的，这也可以哦。OK。
be this way. I don't have to wash away the pain with liquid courage. Lick, liquid courage. I lick the scourge. I lick, lick the scourge. Now I'm starting to think it doesn't have to be this way. I don't have to wash away the pain with liquid courage. Lick, liquid courage. I lick the scourge. Lick, lick the scourge. I, you know what?